地図の左上にアニアン海峡の入り口が書き込まれている。アニアン海峡を経由の航路アニアン海峡とは北アメリカの温帯、または熱帯地域で太平洋と大西洋とを結んでいるとされた、想像上の北西航路の16世紀のヨーロッパでの名前である。アニアンとはマルコポーロの東方圏文読の1559年発行版に、 登場する中国の地方名に由来すると考えられている。海峡は1562年頃のイタリアの地図制作者、ジャコモ・ガスタルディの地図で最初に現れた。5年後には、ボロニーニ・ザルティエリがアジアとアメリカの間に細く曲がりくねった海峡を書き入れた地図を出版した。百六十九年のメルカトルが発行した地図、ノバイ・オーク・タ・オルビス・スタラ・ルーム・デ・スクリプティオにも、 当時最も普及していたアブラハム・オルテリの地図帳に収集されたタルタリアの地図にもストレット・ディアニアンとして載っている。この想像上の海峡は北アメリカは大陸ではなく大きな諸島であるという考えに基づいている。このような海峡は実際には存在しないが北西航路はアジアとヨーロッパを結ぶ最大航路となり得るため、 多くの探検家がこの海峡を求めて北大西洋のラブラドル海側と北太平洋のカリフォルニア側から捜索を行った。中には不安で不可のように1592年に実際にこの海峡を通り太平洋とアメリカ北方の海とを往復したと主張するものまで現れた。この海峡の存在は18世紀末。 カナダのアレグザンダー・マッケンジーによるカナダ北極圏内陸探検とイギリス海軍のジョージ・バンクーバーによる北米太平洋岸探検航海により伝説上のものとして葬り去られた。宮崎正勝、海図の世界史234から235ページ。エルエスベルグ、カムチャツカ発見とベイリング探検流銀社、1942年、PQ。エルエスベルグ、 カムチャツカ発見とベーリング探検流銀社1942年 P5 ありがとうございます。